弱すぎるソシエダを見た。ネット民の不満がこちらです。久保建英が所属するレアルソシエダは、現地8月18日に開催されたラリーガの第1節で、ラージョバジェカーノとホームで対戦、67分と84分に失点し、終了間際に、マルティン・スビメンディのゴールで一矢を報いたものの、1-2で敗れた。久保建英は、スタメン出場を果たした中、後半23分に交代に、この監督の判断には、なぜ交代？といった声が届いている。さすがにこんな試合見せられると、もうどこでもいいからさっさと、移籍してほしいと言いたくなるな。これ真面目に、降格するんじゃねえか。久保は移籍した方がいい？一番可能性ある選手下げるとかないわ。移籍しないと、このまま伸びずに終わりそう。チームも今季10位とかだろ。移籍の可能性が、上がるような交代だわな。ちょっとありえん交代だわ。ホーム開幕戦で、この出来ってマジでやばいよ。試合の入りから負けてるもん。オヤルサバルのパスミスからカウンターだもんな。マジでこのチーム無理だって。オヤルはどんなに悪くても外されない。いつものひいき、こんなチームに残る価値ある？そもそもなんで前半から、スビメンディ使わなかったのか、意味わからんな。久保の交代が謎すぎる。ベッカーの方が序列が高いのか。交代カードの切り方のタイミングが、いつも最悪すぎる。握手ばっかやな今のる。久保ももしかしてコンディション悪いのかね。そうでないと外す意味がわからない。勝つ気ないと言ってるようなもの。この出来のベッカーがフルで、久保交代とかありえねえ。でもまあ久保としては、願ったり叶ったりな展開じゃない？これで後腐れなくリバプールに移籍できるだろ。移籍しろ、このチームから学ぶことは何もない。移籍を後押しさせるには、十分な交代だな。これで久保の移籍の可能性が、高まったことだけが救い。